J リーグは2日、2024J リーグアウォーズに関して、追加情報を発表。ゲストプレゼンターやパフォーマンスアーティストを発表した。12月10日、火曜日、に横浜アリーナで行われる J リーグアウォーズ。2024シーズンの表彰が行われるシーズンを締めくくるイベントだ。総合司会をハリー・杉山さん、影山優佳さんが務め、 ゲスト MC を牧野智明さんが務めることが発表されおり、ゲストプレゼンターも元日本代表の面々が務めることが発表されていた。2日、J リーグは J リーグ公式 YouTube チャンネル、公式 TikTok、d ズンでライブ配信することを発表。さまざまな媒体で無料でも楽しむことが可能となった。また、ゲストプレゼンターには、元日本代表の MF 稲本潤一。 南勝 SC 鹿島アントラーズのフットボールダイレクター FD を務める中田浩二さんアスルクラロヌマズの中山雅史監督も追加されることとなったさらにパフォーマンスアーティストはラッパーの R 指定が代表を務めるヒップホップグループの梅田サイファーに決定当日はコペルケニー・ダズ KZ ペコ KBD イル・スワッグ・ガガ,ガコーラテイク・エム 鉄平、小作ハッチが参加する予定となっている。